平岡小学校夢見ドロップセス、イエーイ、イエーイ。暑いとやっぱりいっぱい汗かきますよね。汗かいたらやっぱり頭皮ベタベタなんじゃないですか。ってことはシャンプー2回しましょう。それでは聞いてください、シャンピー。2.5 次元イケメンって言うんですけど、なんとね、今日この中に 2.5 次元イケメンいます。います。いやでもちょっとオーラすごいから分かっちゃうかな。あ、目合った目合った全然分かっちゃうと思う。分かります？皆さん分かります？分からない。じゃあちょっと私が 2.5 次元イケメンの元に行こうかな、行っちゃおうかな。行けますね、私が。
神の良さ。この仏様のような笑顔。でも川本先生こそが次世代の 2.5 次元イケメンだと思うんですね。今日は私たちは川本先生に向けてこの曲を歌います。お戻りいただいても大丈夫です。だから今日は川本先生が主役なんで、皆さん今日はちょっといつもより優しく接してあげてください、川本先生に。それでは聴いてください、 2.5 次元イケメンに出会えた。あ、ちょっと待ってください。その前にちょっとお願い事があるんですけど、皆さんキーボあのギターソロの時にキラキラするじゃないですか。でもソロはギターだけじゃないんですよ。キーボードもキラキラ、あの永瀬ちゃんいるじゃないですか。毎回キーボードソロあるのにキラキラしてもらえなくてライブ後に拗ねてるんです。だからちょっと今日はお願い聞いてあげてください。それとサビに私がウォーウォーって言うところがあるんですね。そこを皆さんもギターのつぐみちゃんがせーのって言ったら一緒に返してもらいたいんですよ。これだけの人数いるんでたくさんの声聞けると思うんですけど、皆さんいけますか。もっと前に来てください。ありがとうございます。前に来てください。それでは最後の曲聴いてください。 2.5 次元イケメンに出会った奇跡。
拍手お願いします。ちょっとびっくりだ、川本先生の仕込んでやったのびっくりしましたね。あの写真まで川本